キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日は楽天のドラフト通信簿というところで、はい、昨年ね1位コジャですけども、はい、まあ、1位コジャ、2位酒井、3位日向、4位、うん、ウォータース、うん、5位松田、6位中島、7位大内、8位青野、はい、ね、で育成は誰も取ってないんだよね。取ってないですね、はい、常広行って外して、うん、前田行って外して、うん、でコジャ、はい、ね、で昨年のさざきチャンネルでは評価 B、うん、勝負は5年後ですドラフト、うん、原点に帰って育成に力を入れます、うん、昨年獲得した即戦力、うん、庄司、駒子、伊藤、渡辺でどうにかする、うん、即戦力投手が欲しいっていうところで、まあ、小蛇をね、1位は小蛇投手、うん、取ったというところ、うん、だって高校生多いからね、多いですね、酒井、日向、ウォータース、うん、で大内、うん、青野は高校生で、うん、中島と松田と小蛇がね、はい、大卒っていったところで、うん、まあ、原点回避でね、はい、FA とかでいっぱい取ったけども育成力入れますよっていうね、うん、はい、ところのドラフトでしたっていうね。でその中で、はい、ヘサがスカウトは小蛇に対してゆったりとした間のある独特フォームで伸びのある直球やスライダーチェンジアップを投げる、うん、能力の高い左腕ですというね、はい、ところと今井監督にとってはほろ苦いドラフト会議デビューと、ね、くじ2つ外してと、うん、でも左腕が少ないし今いる選手の刺激にもなると思うと小蛇取ったとね、うん、で人の思いを背負うことはなかなかない緊張したとね、うん、初ドラフトを、振り返っていますけども、はい、まあまあコジャ頑張ってるよね、うん、ああ今後半から出てきていいですよ、うん、そう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 、うん、この前の竹内との投げ合いも勝ったしね、うん、はい、うん、5勝5敗 4.25、はい、ね、まあ、2軍では 1.78 だからね、うん、4勝2敗だ、まあいい感じで来てるから、はい、まあ、10勝は無理かも分かんないけど、うん、あと 2,3 伸ばしたいね、貯金作って終わりたいよね、うん、今年ね、はい、うん、で良くなってきます、3回、はい、まあ、高卒だからね、うん、そうですね、うん、3勝1敗 7.65、うん、15試合2000発、うん、まあまあここからやな、はい、うん、日向、はい、フォームでいい感じですよ、 1.84、うん、しかも28試合投げて、うん、いいやん、いいですね、ね、うん、リリーフ、はい、思い切って1軍でも一瞬でも見たいけどな、うん、東海大菅生、はい、いいですね、うん、こう体大きい感じでね、いいね、うん、うん、でウォータース、はい、試合出てへんねん、怪我でしたっけ、なんか1月25日に怪我したらしくて、うん、はい、でもう育成ですそこからね、はい、あのもう今体鍛えていきましょう、はい、で松田、はい、ちょっと1軍で投げたんですよね、うん、1軍で7試合、はい、先発1回 3.60、うん、2軍で 4.18、はい、もうちょっと頑張っていかなきゃいけないね、うん、まあ、谷間でチャンスもらって投げたって感じだね、はい、で、ちょっと先ピッチャー行こう、大内、うん、2軍で 4.25、はい、8試合5000発、まあまあここからだね、はい、うん、で中島、はい、よかったけどね、うん、怪我して、うん、やっぱチャンスで怪我しちゃダメなんだよ、2割4分5厘外野ハマるかって思いましたけどね、ねえ、いい感じに、うん、もう一回振り出しに戻るになっちゃうからね、うん、で、もう一人が青野、はい、まあ、ここ高校生だけどね、うん、1割3分8厘、はい、まあまあまあでもね、うん、抽選外したけど、小蛇がいい形になってきて、はい、ね、早川、藤井、うん、小蛇でね、左腕で、あ、うん、ほら、唐島トレードでもよかったやろ、ね、もう使わへんや、うん、結構左腕先発がね、今いい感じに充実してきたんで、もういらんや、うん、いや、でもいてほしい、いや本人のためにならへんね、そうですね、うん、出てきてほしいけどな、うん、でもそういったところではまあね、あとはまあね、はい、その酒井、日向、ウォータース、ね、うん、大内はまあ育成だし、はい、ね、まあ、松田、まあ、中島は結果で痛かったよね、うん、まあ、今ギリギリのラインだからね、はい、どうなんだろうね、これが出る頃にはね、うん、そうなんですよ、でもまあ若手もどんどん出てきてるからね、うん、はい、いい感じじゃない、うん、ね、なんか最近があんまり若手高卒で取った選手たちが出てくるってイメージがなかったので、うんうん、そうだね、ここでこう育ってきてほしいですね、うんうんうん、で、昨年ね、はい、庄司、はい、1位、うん、駒子、渡辺、伊藤真央、うん、平、うん、林、はい、庄司、怪我2軍では、でも7試合6先発してないから、うん、あんま投げてへんよな、うん、2軍でも最後に投げたのが7月28なので、うん、さんで佐々木チャンネル高評価だった駒子選手ね、はい、なんかあんまりやな、
出てこないですね。うん、1軍でも今季2試合、はい、でも2軍ではそこそこ投げてます。あ、でも先発してんのかな。あ、だ次期先発候補としてやってるんですかね。じゃあもう来年に向けてかな、うん、ね、で渡辺翔太、はい、これはまあね、うんうん、もう安定だね。安定のリリーフ、うん、はい、で伊藤真央、うん、もうリリーフとしてね、うん、でもあんまり試合数投げてないね、うん、でも2軍ではね、34試合投げて 1.98 だから、はい、結構ちょこちょこ1軍と2軍行ったり来たりして、うん、そうだね、リリーフやってますね、うん、で平良、はい、まあちょっとポジションないかな、うん、いい感じのとこは見せるけどバーッと打つことだね、はい、うん、正直ね、私デビューしましたけどね、うん、2軍でも1割台やからな、うん、それじゃ良さ出えへんよな、はい、で林、はい、あ、怪我したの？いや、この2023年の11月に手術してるんですけど、うん、6月にでようやくブルペンで投げてるんですよ、うん、だからちょっと見上げる中だと思うんですよ、ね、そっかそっか、だからここがやっぱり庄司が小孫が出てこなきゃいけないよね、うん、そこが出てきてないことがちょっと一番、もう一つね、うん、もう一つ上行くためには、はい、そこが必要だね、うん、楽天 CGM 当時、はい、スカウトと一緒に考えていた完璧に近いドラフトだった。まずはポテンシャルということで大事にした。庄司は即戦力というプレッシャーをかけずに大きく育ってほしい、うん、将来的に中継施設になるような投手になってほしいと、うん、それだけのスケールの大きさを持っていると思いますというところでね、うん、まあそうなっていかなきゃいけないよね、そりゃそうですね、まあここだね、うん、今の楽天がもうワンランクアップするためには庄司、駒子、はい、どっちかいかなきゃいけないね。そうですね、うん、うん、リアショもね、辰巳とか、まあ、中島も、まあ、怪我しなくてうまくいったらしいんで、大郷いて、うん、で小深田、うん、村林選手もいて、うん、浅村のこの、最近これが激しいのがね、ちょっとありますね、これチームに直結してるっていうところもあるからね、うん、はい、あと層の厚さね、野手はね、うん、はい、でもピッチャーか、うん、ここがどっちかが出てきたらめっちゃいいのにね。で、そ、うん、でその前のドラフト、はい、楽天、吉野、安田、前田対松井、西垣、吉川、うん、誰もおらんな。ここがそうですね、まあ、安田選手が今ね登録されてますよね。そう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 、もうちょっと使えばいいのにね、うん、うん、松井も高橋光成に似てるけど出ないかな、うん、もうちょっとやな、なんかが足りひんのやろな、うん、西垣ね、吉野どこ行った、うん、2割6分7厘ホームラン0なんや、うん、なんかパンチ力ありゲーだったような気がするけど ね、 そうそうね、イメージ的にはね。でもほっそりはしてたんですけど、塩見系なんですよね、うん、確かに塩見に弟子入り化してるはずなんで、うん、あ、そうなんだ、ヤクルトの、はい、うん、そういち蹴りたいんだし、まあ、まだ高卒やからな、うん、まあ、ここら辺は、ね、うん、成長高卒3年目か、うんうん、待っていこうっていう感じはあるけどもね、はい、だから宮森もね、うん、出方良かったけどね、はい、どこ行ったんっていう、うん、昨日投げてましたけどね、うん、でその前が早川、藤井ね、うん、でまあ、内星龍がいて、うん、そこでね、そうですね、で19年が小深田、うん、その後辰巳ね、うん、太田、湯気、渡辺大吾、鈴木ソロ、この年は神ドラフトって言われてるんですよ、うん、そうだね、ほぼみんなでいるっていう、うん、で17年、うん、山崎剛、やっと一番上がってきたな、はい、どこに行ってたんだろうってなってましたね、いたね、いたね、はい、うん、でここがそんなんなんだよね。あ、そうなんですよね、うん、あのただここって言っても分かんないですからね、うん、17年で16年もあんまりなんだよね。そうですね、結構今のチームって18年ドラフトで結構賄ってるというか、だから17、16、15、うん、14、その辺が本当にないんですよね、がもう大失敗、うん、これ4年も誰も出てけえへんはちょっときついな。まあでも2015年村林がね、はい、ドラフト7位から出てきてるけど、1年目9年目でね、うん、でもちょっとまだなんか山あり谷ありやもんな、はい、高梨とかもういないからね、うん、いいけどね、はい、だからちょっとここら辺がで森原もいいのいなくなるね、うん、そうなんです、結構そうなんですその時なんかリリーフが結構もう余ってるって余ってるってね、うん、うん、だから、まあ、まあ今もリリーフはね、うん、なんかまあまあ数いるからね、まあ、あれだけど、若干ここら辺のドラフトが失敗してんな、はい、14、15、16、17やな、はい、18以降が結構出てきてはいるんですよね、うん、そうだね、それがまあちょこちょこだから、だからこのもやっぱりこの21、22、23のドラフトが、うん、やっぱこの2、3年の勝負には
ですね、伸びてくるが大事になってくるね。うん、だからまあコジャも本当まあまあ良かったからね、良、うん、かったよね、いい感じで。ドラフト1位が結構いい感じに育ってきてる感じはあるので、庄司投手頑張ってほしいですね。庄司吉野ね。はい。この21年ドラフトのやつらもうそろそろ出てこないと、ちょっとね、はい。松井投手も大田の手帳入るぐらい頑張ってほしい。そうだね。はい、あと庄司駒子だね、うん。ここら辺が来年1軍に定着して入ってくると、うん、もっと戦力バシってくるかもしれないね。先発が安定するんですけどね。そうだね。そこら辺がこの A クラスにはまるかどうかが勝負になるかもしれないね。はい、うん、まあ、それを踏まえてね、はい、ドラフト戦略考えていきましょう。どこ行くんだろうな。うん、はい。